リバウンドの恐れがあります。解除条件を厳しくして、二度とリバウンドが起きないようにしてね。ロックダウンは十分には効きません。ワクチンが切り札なんです。ピチピチ打ちます。菅さんは国民の命を守れないならオリンピックは中止すると言いました。オリンピックを期限にした感染が蔓延しないか心配ですよ。やったらいけません。感染対策はしますよ。それよりも私、菅義偉のオリンピック何話節を聞いてください。それとよく私にこれオリンピックについて聞かれるわけですけれども、実は私自身57年前の東京オリンピック大会、高校生でしたけれども、いまだに鮮明に記憶しています。それは令和を見ますと、東洋の魔女と言われたバレーの選手、回転レシーブ中もありました。ボールに食いつくようにボールを拾って得点を埋めていました。非常に印象に残っています。また底知れない人間の能力というのを感じました。マラソンのアベル選手も非常に影響に残っています。そして何よりも私自身記憶に残ってますのはオランダのシンク選手です。日本柔道が国際社会の中で大会で初めて負けた試合でしたけれども、悔しかったですけれども、その後の対応すごく印象に残っています。さあオランダの役員の人たちがヘイシンクに抱きついてくるのを、制して敗者である神永選手に対して敬意を払ったあの瞬間というのは私はずっと忘れることができなかったんです。そうしたことを子どもたちにもやはり見てほしい。さらに当時パラリンピックが初めてパラリンピックと名前をつけて行った大会です。パラリンピック障害者の皆さんにはまさに障害者スポーツに光が当たったのが日本の大会であります。そしてこのことを契機に障害者の皆さんが社会進出を試みたい、まさに共生社会を実現するための一つの大きな契機になったという思います。こうした素晴らしい大会をぜひ今の子どもや若者見て希望や勇気を与えもら伝えたい。さらに心のバリアフリー、こうしたものもしっかり私は大きな学習にもなるのではないかなというふうに思います。そして菅さん、パラリンピックと言いますが自民党障害者を無視するレーシストじゃあないですか。どうです菅さん。要するに自民党は自助を言っているんです。自助いいですね。